皆さんこんにちは。スイス在住5人家族のママとパパです。皆さんこんにちは。今日は皆さんからいつもいただいている質問に一緒にパパと答えていこうかなと思います。で、パパは日本語があまり上手じゃないので、今日は We're gonna speak in English 英語で質問に答えていこうかなと思います。ちょっと突然すいません、私のお肌のケアに関する質問も結構いただいているので、最近パパと長女にも褒められるようになったお肌のケアについて少しお答えしていこうかなと思います。ちょっとね、遠くからだとあまり見えにくいかもしれないんですけど、こういうシミとかこの辺もそばかすとかね、たくさんあって、お肌のトーンが上がったからか、ここにあったシミそばかす、ビフォーアフターをちょっと写真で撮ってみたんですけど、完全になくなったわけではないんですけど、かなり薄くなったように感じます。白いニキビ、ちょっと閉じてる感じのニキビが結構できることが多くて、スイスのお水で肌トラブルがあったりするんですけど、私ももともと日本にいる頃から乾燥肌だったのが、スイスに来て余計に乾燥肌がひどくなって、長女を産んだ後からもうずっとシミとかそばかすが増えて、ファンデーションを塗ってなんとか隠そうとするんですけど、乾燥肌な分すごくね、浮いてきちゃうんですよね。やっぱりファンデーションがすごく自分自身気になっている部分がたくさんありました。いつも本当にスーパーとかで買ってるナイトクリームとかを普通に昼も塗っていたりとかしてたんですね。気になる美容機器があってもずっと手を出してきませんでした。なんですけど、この度こちらカラントボディさんの LED マスクどうですかっていうお話をいただいて、10分だけつければいいっていうことで、ちゃんとねこういう袋もいただいて、後ろにこういう風にバンドになってるんですね。でここに穴にこうやって通す形で、でこうやって止めるんですけど、メイクや汚れを落とした後に何も塗らない状態でこちらをつけるそうです。こうしてお肌に密着させて、さっきのこのバンドを後ろのこの穴に通して、こんな感じですね。ここを長押しすると感じでつきます。見た目はねちょっとなんていうかあれなんですけど、10分したら自動的にこれが消えます。その後に化粧水とか、パックするならパックする、最近の私のお肌のお手入れ方法はそんな感じです。効果を実感したいなと思って週5回やっています。で、お目目を保護したい方はこうしてつけてください。この LED マスクの効果としては、お肌を若々しくしてくれる効果があるそうで、小じわとかお肌のトーンアップとか、お肌の張りを戻してくれたりっていう効果があるそうなんですけど、実際使ってみるまで私自身そこまで、いや本当にそんなに効果があるのっていう感じだったんですよね。で、この効果が出始めるのは人によって結構違うみたいで、最初のね1週間は全然効果がわからなかったです。その後2週目ぐらいからこう肌を触った時になんか違うって感じたのは、今使い始めてもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、これを使い始めてその2週目ぐらいから、この鼻周りとここのザラザラ感が全く出なくなったんですよ。で、今も全然スクラブをしなくてもこのザラザラ感が全然なくて、その後からは洗顔する時に鏡をあれって二度見するようになったんですね。もう目に見えて明らかに違うっていう感じではないんですけど、ということで今終わったんですけど、かなり薄くなったんですよ。本当に薄くなって、傷もねいつも残ってしまってたんですけど、それがだいぶね治りが早くて、ほぼ毎日この白ニキビがあったのに、ここ最近本当にできなくなったなって思います。ものすごく薄くなって、だからこの全然違うんですよ。ここがもう全然ザラザラしなくなって、めちゃくちゃ薄くなったんですよね。最近旦那がお肌綺麗になったねとか、最近のメイクいいねって言ってくれるようになって、ね、嬉しいですね。このお値段を買うのはもったいないなっていう感じなんですけど、私もびっくりしたぐらい効果がありました。お肌の張りを戻したいとか、小じわが気になるとか、そばかすで悩まれている方とか、おすすめしたいと思います。お母さんと一緒に使ったりとかもできるので、日本に帰る時に持って行ってお母さんにもぜひ使ってもらいたいなと思っています。
エステに通わなくてもいいっていう面ではすごくね、お手頃なのかなとも思います。カラントボディさんから嬉しいセールのお知らせをいただいています。今回このカラントボディさんからスイスナラライフストーリーとのコラボ企画ということで、こちらのクーポンコードでいつもよりお得なお値段で購入できるそうなので、もしご興味のある方は概要欄の方をご確認ください。私の最近のお肌のお手入れ方法はこんな感じでした。他の質問コーナーを今度はパパと一緒にやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。少し飲みながらお話をしていこうと思うので、よかったら最後まで楽しんでみてください。はい、乾杯。乾杯。So there are some questions. So first, how we met? How did you meet? We met in a bar. Yeah. In Korea. Yeah, first, I'm Korean but born in Japan and grew up in Japan.I went to study in Korea for university, and then I was also working after school in a bar, kind of bar restaurant. 学校が終わってから居酒屋なんですけど、まあ、ちょっとバーに近い居酒屋みたいなお店でアルバイトをしていました。 He was a customer there. He was traveling.Went in the bar, she was the first one I saw. Yeah. Our eyes were matching immediately. Yeah, because I had to, welcome the customer. So. That was sweet. 私がそのバーみたいなレストランで働いてた時に、彼はベストフレンドと一緒に韓国に旅行に来ていました。で、旅行に来ていて、そこのバーにお客さんとして入ってきたんですけど、で私はバーカウンターでお酒を作る係をしていたので、見える位置に座ってお友達と一緒に座っていました。ホーリーフィンライト。そう、 I was so shy to talk to you. But then you came to me. If you go out, isn't it? There was a car from Gochi. From our shop. You still have to know. What's your number?What was your first impression? You were pretty, you were cute, a bit shy. First impression was you were so cute, right? ソウルの本店っていうところにあったバーなんですけど、そこはやっぱり大学生とかがすごくね、たくさん来る、にぎわう街だったんですね。もう何百人もお客さんが入れ替わるぐらい人気のバーレストランだったんですけど、彼が初めての外国人とかだったわけでもなく、外国人に興味があったとかいうわけではなかったんですけど、彼が入ってきた瞬間にね、 You are always smiling very nicely and how I fell in love at the first sight for the first time. For the first time. Hi. Next question.結婚して辛いことってありましたか？それは結構難しいこと。ビザ。ビザ。Getting a visa. Yeah, that was very hard. At the beginning. そう、ビザを取るのにすごく、ね、時間がかかりました。まず、私の場合、国籍が韓国だったので、韓国にある韓国の大使館に行っていろいろ書類を集めてから日本の入国管理局とかで、最終的には東京にある大使館に行って、とにかくすごく大変で、すごく時間がかかりました。はい。And I think people want to know like, if we have any problems. No, I think, our cultures are fitting together very well. Kind of have the same values, so nothing difficult.You mean Japan and Swiss? そうですね。日本とスイスって結構似てるところが多いというか、やっぱり、yeah, in Switzerland there is many culture mixed, but typically Swiss people are very polite. スイス人と日本人って結構似てるところがあるのかなって私も感じるんですね。あんまりこう国際結婚して
難しいなって思う部分はあまり感じないですね、私たちの間では、ね、はい。By the way, it is very oily, right? Yes. Very well. トリュフのチーズ。美味しい。Do you fight? All the time? No. What is fighting? Sometimes, of course, we have different opinions. Fighting. 私もパパも違う人間なので考え方の違いとか、まあそこまでないですけど、パパもストレスがたまるときとか、私自身も疲れちゃったりしたときとか、そういうときはありますけど、やっぱりなんかお互いがね、あまりこう言うタイプでもないので、we are not shouting at each other. We talk each other. We if you have something you don't like, then you just tell me.例えばパパの気分があまり良くなさそうだなっていう時はあえて私も話しかけに行かないというか、そんな感じが多いかもしれないね。 Next question. What language do you speak? Swiss German, German, English, Japanese. All mixed together. そうそうそう、そうね。まあ、私は子供たちとは日本語で基本的に会話をします。でよくコメントとかで日本人のふりをするなとか、なんで日本語なのとかいう質問とかもいただくんですけど、別に日本人のふりをしてるとかではなく、私は日本で生まれ育ったので、まあ、私の子供たちと同じような環境ですよね。スイスで育ってるので、やっぱりドイツ語を使う、スイスドイツ語を使う機会が多いので、多分子供たちも大人になった時は結構ね、日本語もできると思うんですけど、スイスドイツ語の方が慣れてるんじゃないかなっていう気はします。なぜ日本語を使うかというと、日本で生まれ育ったからっていうのと、あと日本に家族がいるので、韓国より日本に帰ることが断然多いので、やっぱり子供たちも将来的に日本にもっと行くことが、機会が多いと思うので、日本語で子供たちと会話をしています。でパパは You speak more your Swiss German with kids. Yeah, only Swiss German with kids. スイスドイツ語と普通の標準ドイツ語ってちょっとね、だいぶ違う、まあ、日本語で言うとどうなんだろう、どの辺だろう、まあ沖縄弁結構違うくて、ドイツ人はスイスドイツ語を理解できないことが多いぐらい違います。やっぱり学校とか教科書とか新聞とかは標準ドイツ語、東京でお話しされるような日本語が普通の標準ドイツ語で、スイスドイツ語がやっぱり訛りが強いっていう感じのドイツ語なんですけど、私は標準ドイツ語を基本的に習ったので、子供たちとみんなで会話するときは結構、ね、標準ドイツ語になることが多いです。 We speak sometimes English, sometimes Deutsch, most of the time German. だから結構ね、混ざってる。もともとは英語を子供たちにちょっとシークレットとして英語をね、話してたんですけど、最近ね、ちょっと子供たちが英語を理解し始めてきたので、最近はもう全部混ぜ混ぜてます。What was the reaction of your family? Nothing special? Like normal when you meet someone? Show me what it's like to be struggling in the clouds. Are you just sad because it means that you might live here? So, my father and my私が彼に出会ったのは韓国に行った時なので、留学っていうか大学、韓国の大学が終わったら日本に帰ってくるのかなってずっと思ってたので、結婚するってなった時はもうもっと離れてしまうっていう感じで、すごく寂しかったみたいで、反対するとかは全くなかったですね。Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me higher. Do you like each other more now than at the time we met? I always loved you, I always liked you, but of course, love is growing. I can see the sun staring at you when you make that smile.
またね。またね。